皆さんこんにちは31歳でゴリシのファイヤーということで今日はですねいかにリベラルの欧米特にアングロサクソン特に北米アメリカカナダ両方が凋落の一方というかマジでオワコンレベルなんだよねって話をね、話、ま、を、あ、我がイーロン・マスクレッドブル共同共産のイーロン・マスクが頻繁に、ね、そのリベラルの悪闇の、ね、部分である違法難民とかニューヨークカリフォルニアの、ね、税金上げて であれだよね最低賃金が20ドルにカリフォルニアになってとかねあと窃盗容疑とかね新消費出発ができてないその骨頂がカリフォルニア、ニューヨークでニューヨーヨク大洪水のあれにも、ね、ツイートも紹介しますけども,もま,さにまさにこれなんだよね欧米、特にアングロサクソン系っていうのはもうリベラルの毒っていうのかなウイルスみたいのでもう完全に蔓延していてそれを知らずに、ね、わーいアメリカ最高だとわーイ。 ハリウッド最高とかさ、ハワイ最高とかってさ、あとね、ロンドンでティーをね、たしなみたいとかさ、パリオフランスでね、クロワッサンでも食べたいとか言ってほざいてるやつ、お前だよお前、<laughs> うちの視聴者はいないかもしんないけどな、そういうやつらだと絶対に友達になりませんって、俺は言ったけどさ、あのそういうね、あの文化レベルの知識っていうか、理解がね、ローカルのわからない人で、ナイーブで、 うん、ただ、海外に憧れてますみたいな絶対英語できなくてローカルの情報を知らないやつこそそうやってね、ナイブにね、うん、ハリウッド留学とかさ、ね、ハワイ大好きとかって言っちゃってんの、お前ら何考えてんだって話なんだよ、地に足がついてんのかみたいなね、お前、親のすねかじってハワイでね、親の金で留学してんならいいよ、お前な、離婚した夫から教育もらって、それで自分はね、あんまり働かずに、ハワイ生活をインフルエンサーみたいな感じで。 ね、キラキラみたいな感じで、ね、ハワイマウントしてるのもそれもな、たかが知れてんじゃねえのかみたいなそんな感じもなく,もなく結局、だから日本人がね,あねあの憧れてるそのすごい軽はずみになっていうかね、うん、そういうのがよくに目,目,に、ね、目につくっていうのかなこれはゴリだけじゃないからねあのローカルの情報とかそういうのを知ってる人はアメリカから逃げていくんだよハワイに住まねえんだよロンドンに住まないのよカナダに住まないのよ 前も話したけどね、うん、だからこれからね、いや、アメリカに行きたいよ、カナダに行きたいお前、現状分かってないだろみたいな、どんだけなインブなんだみたいな、そういうレベルのね、知識のなさって、アウェアランスの低さがさ、露呈してしまうっていうのかな、まあ、そういうことも含めてゴリだけじゃないんだよって、アメリカ人もね、もう途方に暮れてるぐらいね、本当にしょぼいっていうね、話をね、まあ、ゴリがね、彼らのね、うん、情報をプロキシーとしてね、あのー、みんなにね、あのー、提供してるっていう感じだから、必ずしもね、 ゴリの金が倍スかかってる、そういうわけじゃないから、ローカルの人もね、霹靂としてるって状況を知らないよ、日本人は。それが本当にね、なんかね、ちょっとね、哀れだなと思うよね。うん、まあそんな感じで、アメリカ、カナダとかね、まあ全部よ、リベラル、欧米ね、もう凋落の一方。そして、米住宅ローン利率が23年ぶり最高値。言ーちゃーテそして、アメリカの CPI、ねこれ32年ぶりの最高値であることを忘れちゃいけないんだよね。32年ぶりだからね。 リーマンショック前、ドットコンバブルの時よりも高かったね、32年ぶりって。すごいよね。ということで、えー、と皆さんお話ししていきたいと思うので、皆さんグッドボタン、スマッチュの方、よろしくお願いいたします。それでは、えーとまあ、昨日のマーケットっていうのは昨日金曜日だったんだけどさ、ね、昨日これも筋トレ収めしてきたよ、うん月。月金で筋トレしてるからね、土日は、ね、筋トレしないんだけども、うん、こんな感じ。うん、テスラは上がって250ドルが上がったね。SP500 と4200ドル台。うん で、まあこんな感じだけど、テスラはね、上がったんでね、これ、オプティマスロボットとかなんかそういう関連の、なんかあれなのかよくわかんないけどね。うん。まあそんな感じです。で、ビットコインに関しては2万6千のところだよね。ちょっと上がったよね、また。うん。だから、これ、上がるんじゃないかみたいな。2万7千まで上がって、こっからどうすんのみたいな感じじゃなくはないけど、ボリンジャーバンドをね、冷静に見てみれば、これ、アッパーバンドのところだよね。ところ上行ってからまた戻ってきてるっていう状態かな。うん。ということで、特にね、あのー、 来月の CPI までは動きがないんだけども、じゃあね、CPI、今どれぐらいやばいのかっていうのが、コア CPI、以前、1991年最高レベルであることを忘れちゃあかんとこれ1991年以来の最高レベル、32年ぶり最高値のポテンシャルはこんなもんじゃないということで、考えてみたらね、リーマンショックもドットコムの時もね、今ほどのね CPI じゃなかったんだね3、3%ぐらいだったんだね、コア CPI。今はね5、5%ちょっと下回るぐらいだからさ、どんだけ高いんだろうって話だよね、う。ん ということで、まあこれ考えてみたら、1991年だからさ、日本のバブル崩壊の時以来の CPI。っ、う、て、ん、ことは、このね、ポテンシャルだよね、これがね、引き起こす大暴落とかそういうのって、もっとね、期待できるんじゃないかななんて思っちゃったりしますよ、個人的にはね。うん、だからこれ、なめちゃいけないよね、このレベルっていうの。このレベルは結構だよって話をね、まあみんな何回もね、してるんだけども。うん、まあそんな感じだということで、まあ、c ア c p i に関してはこれ。 で次に話したいのが、不動産の、ねえー、住宅ローン。これもね、23年ぶりの最高値ってことで、もう毎日のように言ってるよね、うん。何かしら何十年ぶりの、ね、最高値っていうレベル、うん。だからこれは警戒しないアホはいないよね。ということで、30年ローンの利率が23年ぶりの最高値ということで、バッチ濃い、不動産バブル崩壊ね。まあ、これは来てるんだよね。もう来てるというか予兆なんだよね。これは不動産 G 面の人も言ってたやつね。うん、ということで、 これ、まあ、グラフ見たらさ、一目瞭然だよね、これ客観的データだからさ、ねこれ、30年ローのフィックスレートモーゲージレート、これ日本だとさ、長期金利が1%とか以下だからさ、すんげえ安いじゃん、アメリカ7.5とか7.7%だね、7.31%、これ2000年以来の最高値なんだって、やばいよね、ドットコム、リーマンのね、比じゃない、うん、この上がり方、やばいでしょ、これ、ね、しかも、ね、さらにね、原油価格が上がってさ、ね、上昇していくってことを考えてたよ、イールドとかね。 FFA とか、これはさ、楽しみでしかないよねって話で。だから来月の10月のね CPI、あと11月、あ、そっか、11月の1日が FOMC だから、来月の CPI と失業率をもとに PowG が11月1日の、ね、FOMC で、さらに利上げをするのかしないのかを決定するっていうことなんだよね。まあ、ということで、まあ、CPI ね、まあ、コアじゃなくてヘッドラインの方ね。 ヘッドラインは確実に上がるから、その後でコアがね、時間差でゆっくり上がってくるんじゃないかなってことで、11月、ね、利上げしなさそうな感じが80%、でも12月、1月ってのは、まだね、わかんないね、64%と31%、うん。まあ、そんな感じだな。ということで、イーロンがね、リベラルバイデン大統領ぶった切ってるって話なんだけども、これ、ね、世界的にやっぱりね、認知的不協和っていうのは、コグニティブディソナンスって声はあったのよ。あったんだけども、テク系のさ、よくあるんじゃん、あのコロナの時のさ、 なあコロナの時にブラック・ライブズ・マターの、ね、運動がさもうテク系のリベラル系の、ね、企業は全部に広がっていったのね一方で黒人の人たちが、ね、窃盗してることに対しては何も咎められない。ででも、ね、ブララックライブズマターで ね、テクの企業がさそれをなんか広告みたいにさしてさ私たちは、ね、BLM 運動を、ね、あのサポートしますみたいなそれ,を企業それを資本主義の、ね、会社が、ね、それを歌って何をしたいのかっていうのはそれはまさにあのゲイパレードと一緒よね LGBTQ 関連のなぜその、ね、性別運転の運動を会社とか政治が、ね、国の、ね、方針としてその、ね、大々的にしなきゃいけないのかみたいなその部分って確かに なんかマイノリティの運動はすべて受け入れなきゃいけないかみたいな、そういうところは、ね、疑問である人はいるんです、そからずね。だから、ディズニーの,、ね、あの,あの女社長がさ、今後の子供向けのディズニーの、ね、50%以上の映画の中のキャラクターは、ね、LGBTQ で埋め尽くしていくよみたいな言ってたんだけどさ、それもさ、あれだよね、これ、ね、別にマイノリティはマイノリティーのに、マイノリティをマジョリティにしようみたいな、そういう動きはなんか良くないよねっていうのは確かにあると思うよね。 まあ、あとはそのリベラルがさ、リベラルリベラの大義名分って弱いものを助けるみたいなね。だから、あれよ、900ドル以下のカリフォルニア窃盗はさ犯罪にならないみたいなとかね。あと、カリフォルニアの、ね、不動産、レント未払いでもあの1年半以上はねあの強制退去できないみたいな、コロナの、ね、あれがあったからとかね。なんかもう弱いものは何でもしていいみたいなね。ホームレスの人とかね。あのまあ、何でもだから、心証必要はできてない。でそれと一緒で、だからあれだよ。 あの違法難民の問題ってずっと前からあったわ2025年ぐらいから、ね、ずっとあったんだよね。で、それをあのやっぱりリベラルの大義名分からすると、これをね、人徳ヒュミヒュミ、ヒューマニティのためには、うん、ヒューマニティのためにはね、あの助けなければいけないみたいな、そういうのあるで、ボランティアがいるのもわかる、わかるんだけども、うん、これ限界もあるよねって話もあるし、実際、一方的なんだよね。 国民の税金を使って、その違法難民の人たちをね、何百人、何千人、何万人、いつまで、ね、受け入れればいいんですかというところがあの、答えがないんだよね。だから我がイーロン・マスクがさっき最近だ、ね、よ、先週ね、メキシコ・アメリカボーダーの違法難民の件を問イートしたのを暁に、 ね、ゴリが、ね、2021年ぐらい、動画の、ね、最初の方からずっと言ってるね、もろもろのね、リベラルの行き過ぎた違法難民受け入れパラダイス VS 税金で怒ってたり、ね、不満なローカルの、ね、生活が苦しいイギリスの、ね、国民とかいるでしょカナダの人も生活が苦しいのよ、ね、ドイツの人も。なのに税金を使って、じゃあ何人の人に、ね、無料の、ね、家賃でね、住宅を提供するんですかって、ね、健康保険とかをどうするのっていうね。その 議論がなされずに、ね、国の方がリ、ね、ベラでね、いや、受け入れましょうって何万人ってやって、で、失敗したっていうのが、フランスとイタリアとかスウェーデンなんだよね。あのー、なんだっけ、あれ、犯罪率も上がったしね。で、これがイタリアに大量に嫁るアフリカ人なんだよね。うん。で、これをね、助けてる人いるんだよ。あのー、なんだっけな、なんか、国連じゃなくて、なんか、ヒューマニティ関連のね、あの団体は、これはボランティアでね、 あのみんなの命は尊いからみんなを助けるべきだっていう,ふうに言ってる人は食事を提供したりねシェルターを提供したりしてるんだけどもこれ限界はあるよねっていうところなんだよ単純な数字数字算数をするとねだからこれ2015年からずっと行ってるねこういうことがあって廊下の人はねもうれきとしてるんだよね。ギリシャ ね、農家をやってる人たちのさ牛とかが家畜がね殺されて食べられちゃったりしてたりね、ねその補填とかないでしょ。で、ゴミ捨て場とかになったりするしね、イフォアミンたちがキャンプ張ってって。あの人たちはギリシャの方からトルコから、えー、とローマニアとか通って、ハンガリーとか行ってからドイツとかね裕福な国を目指したいからギリシャとか通り過ぎるの。通り過ぎる途中のキャンプでもう本当に汚くなってて、だからなんかそれってさ違うねとは思うよね。だグリース ああレフジーキャンプで見てみれたら分かるよ。すぐ出てくるよあ。だから本当にさ、日本人の考え方っていうのはさ、あの、ボーイスカートゴリつだからキャンプして、去るときは、来るときより前にきれいにしなければいけないっていうアレなんだよその逆ね、この人たちっていうのは、まま、自分の生活がかかってるからね、生き残るために。だからキャンプで、 まあだから、ゴミとかね、そういうのをどんどん散らかしてね、去っていくんだよ。っていうね、話。まあ、この人たちは関係ないと思うよ。うん。それは生きるため、自分の家族のためが大事だから、ね、そこまでさ、そういうメンタルでもないから、本当こんな汚い状態で、ギリシャの人たちは困るよね、これ。しかも素通りされるんだよ。なんで素通りするかって、ギリシャはね、貧困の国だから、ギリシャで難民申請したくないんだよね。うん。 だから、こうやってね、もう汚い状態のままで、荒らしてね、去っていくのが難民の人たちで、これもまた違うよねって。うん。勝手にね、難民が勝手に違法でさ、通り過ぎてさ、ね、サバイバルのためってのは分かるかもしんないけどね。うんまあ、経済的なメリットっていうのはあると思うけども、だってロンドンに行きたいんだよ、みんな。<laughs> フランスじゃなくて。フランスはダメでイギリスに行きたいんだよ。だから一応ね、難民の人たちも選ぶわけよ。だから、レフュージーでしょ フランス 2UK。ポート、トラックでやると出てくるよ。トラックに乗り込みたい人がねめっちゃ、ね、トラックのね走、走って追いかけるのよ、ね。フランスからイギリスにね、海中トンネルかなんかみたいな、そういうのに行くときに、このトラックの中に入って、フランスからイギリスに行こうみたいな、こういう感じよ、うんで。こうやって何人もの人がね、こうやってパスポートも持ってないから。だから、フランスにね、強制帰還されるのよ。もしイギリスで見つかっても。 トラックに入ってねこういう感じで選んでんだよね、行きたい国よ、うん、でしかもこの人たちは子供の人が多いよね、うん。こういう感じ、フランスは。マジでこんな感じでトラックの後ろの、ね、扉を開けて入ろうとしちゃうんだよって、こうやって、こうやってね、うん。で、これイギリスで見つかったらフランスに、あのー、強制帰還されるんだけども、フランスで帰ってもこの人たちパスポート捨ててるから身元が分かんないって感じで、で何回もね、何回も何回もね、このストリートでホームレスで。 ね、あの、過ごしながら、フランスからイギリスに行こうとしたりとかね。だからこれは、はレフジーっていうのか、何なのかよくわかんないけどね。まあ、だからこれ2025年ぐらいからずっとあるの。で、これの議論って終わんないよね、正直。じゃあアフリカの全国民を受け入れるべきなのかって、それも違うと思うんですね。そもそも税金から成り立ってるわけやん、みたいな話だよね。で、だからこれなんてね、あの、だからこれ話な、これ、イーロン・マスクがこうやって大々的にね、あの話したからみんながね、 そう思ってたことをようやく言えるようになった感はあるんだよ、メインストリーム的に。今までずっとね、リベラル、だって UN とかさ、EU って全部リベラルに支配されてるからね、ユナイテッドネーションドイツとかフランスとかスウェーデンとか全部リベラルの方だわね。でも今、デンマークとかハンガリーとかっていうのはね、コンサバティブ系で自分のね国のねことを、だから自国ファーストよね、ポーランド、ハンガリーとか、あとクロアチアもそうかな、最近は。 で、自国ファーストだから、ポーランドは難民を受け入れないって言ってるんだね。ハンガリーもそう、うん。で、その逆がドイツとかね。で、ドイツがやっぱり失敗してるんだよね。何でもかんでも優しければいいって問題じゃないって話だよね。で、その流れがもう世界的に蔓延してるから、なかなかね、クリティカルに考えて、いや違うでしょって意見を唱える人が少ないってことなのなんて言って、Google、Facebook とかね、うん、Apple とか全部リベラルの会社だから、テク系がね、うん、その世界トップのトップ5だよ。 それがテク系が全部リベラルなわけだから、ブラック・ライブズ・マターとかね、ヒューマニティのためであれば何でもよしみたいな感じがなくはなく、それでジョー・バイデンがリベラル系だから、これ、パトロールボーダーパトロールのさスタッフがさ、ボーダーパトロールのスタッフはこれ切っちゃっていいのって、これ、犯罪補助してるような感じになるんだよね。実際そうだでしょ。これはまずいと思うんだよね。国としてのさ利害の不一致があるじゃん、う。ん これは違うと思う。まあだから、まあ、いろんな問題があるから難しいんだよ。難しいんだけど、うん、限界がないからさ、ね、だら国防っていうレベルで考えたらこれはまずい。個人の人たちの生活を助けるって意味で、じゃあそれがね、法律もね、あの凌駕するのかっていうのは、しっかりと議論してくださいよって感じだけどね、ハーバードのさ、なんか伝説のさ、なんか法,法学部の教授のさスピーチとかあんじゃん。 犯罪者にもね、ヒューマニティーあるのかあるのかみたいな、なんかさ、戦争で一人の命を救うのか、百人の命を救うのか、二者一択になったらどっちをするべきなのかみたいなさ、超むずいじゃん。一 <laughs> 人の命と百人の命、例えば一人の大統領の命と百人のね、国民の命、どっちをね、救わなければいけないかって、天秤にかけられるじゃん。ね、やっぱり難しいよね。で、だから、違法難民パーリー、こんな感じよ。<laughs> <laughs> みんな男だよっていうね、書いてあるの。<laughs> まあ、それはそうよ。 うん、だって何百キロ何千キロってね、こうやって旅行じゃなくてトラベルしてからね。だからこれはあからさまにさ違法難民受け入れを否定してるわけじゃなくて、ね、限界とかさ、枠組みがないのはダメだよねって話をしてるんだよね。だこれはなんか違うよねって話よね。これ。しかも税金から成り立ってるわけだからね。で、これもそうだよ。完全にリベラル・ジョー・バイデンの責任。ね、国防セキュリティスタッフがねバーブドワイヤーを切って違法難民受け入れて、しかもグータッチしてるんだよね、ここで。<は><は> これグータッチだよ。グータッチ。うん。まずいでしょ。トランプが,トランプが大統領だったでこんなことが起きてないんだよね。リベラルになってからなんだよね。うん。で、リベラルといったらニューヨークとカリフォルニアが行っちゃってるって話で、ニューヨークね、あんだけ税金高くて金があるのに、マジでね、インフラがね、本当終わっててさ、洪水の時、ね、これ空港らしいけどね、こう空港こんなになんのみたいな。うん。しかも、あの、 ジョン F ・ケネディベ空港これ行ったけどさ、くっそ汚かったよ。マジで汚い。うん、なんか、汚いし、設備も古いしさ、地下鉄もね、地下鉄製がさ、空港からの、ね、トレインもめっちゃ古くてさ、怖いし、治安の関連もね、これが空港でちょっとありないよね、日本からすると。で、だからまあ、ジョー・バイデンとリベラルね、でニューヨークのね、これ、地下鉄ね、<laughs> 地下鉄のなんかさ、あの壁が崩壊しなんか、すげえよ、これ。うん 2023年、ニューヨークって本当はひどいんだよね。ラットとかネズミとかね。くっそ古いよ。古い建物ばっかり汚いし。ネズミとかゴキブリ蔓延してるしね。だこの国のね、ニューヨークがあの先進国なんて言ってるのは、本当にね、あの、ちょ時代遅れだなっていうね。だからオーバーレイトなんだよね。うん。だからイーロン・マスク言ってる通りね。やっぱニューヨークとかカリフォルニアってやっぱりみんなね、エクソドスが多くてね。うん。クオリティブ・ライフね、完全に元取れないもん。 こんなしょぼいところで、こんなレントが高くてね。ラーメン1杯5000円だっけ、うん、っていうね、こう、リベラルのこう闇っていうのもね、言ってるわけよ。我がイーロン・マスク・ゴリと同じ意見、スキルドイミグランツは推奨されるべし、日本もそうね。favor ルガー・イミグランツは推奨されるべし、日本もそうね。イルガー・イミグランツは推奨されるべし、日本もそうね。イルガー・イミグランのは推奨されるけれども、違法はダメだよね、っていうね、引きをしてるところにもね、一緒だよ。 日本,人日本がのあのスキルを持った合法意味をねもっと受け入れるべきとずっと言ってるよ。うなこれはもう間違いない話なんだよ。どの国行ってもそう。スキルを持った人たちを呼び込む。それが例えばね日本語話せてなくてもそれはしょうがないのよ。日本人がね英語喋れないから、そうすると輪をね壊されるみたいな。日本人の人がねドキマキしちゃうからみたいな面倒くさ,さはあるよ。その面倒くさはあるんだけども。 なお前らじゃあ、年金ね、誰がね、払うんだって話よお前らがしっぽりして子供作んなかったから、ね、3人に1人の老人を、ね、3人に1人の若者がね、支えるっていう、もう無理みたいになっちゃってんだよ、みたいなね。だもう無理な話なのよ、うん。だから、もう受け入れるしかないんだよ、正直。うん、正直そうなのよ。だって、自分たちだけでどうにもできないんだもん、日本人のね、人口だと。っていう話で、 まあだから、イーロン・マスクとこは結構意見が似てるかなってか、間違ってないと思うんだよね、イーロン・マスクの。個人的にはもう、ね、アメリカ政府がシャットダウン明日らしいよ。うん、リパブリカンがね、これシャットダウンをね拒否、あのてか、新しい法案を拒否ってたから、いいんじゃない、うんまあ、これ、どうなるのって言ったら、米ドルの価値が下がるはずなんだけどもまだは、まだ下がりはしないと思うんだけどね。うん、まあまあ、そんな感じで、あのニューヨークがオワコン、カリフォルニアがオワコンね。それだけじゃないんで、ロンドンもオワコンね、犯罪率がとか。 で、カナダもオワコンでさ、ゴリさカナダにも行ったけどね。あの、ま、あ何があれってさ、あの、ま、あ本当にね、ま、あ家賃のね、キーロに対して家賃が相対的に高いのがカナダって言ってよね。で、だからさ、このね、なんか、カナダ人っうか、ウクライナ系カナダ人の人がね、YouTube の動画で話してあげようね。 これね、トロント has changed and not for the better ということで、トロントね、マジでオワコンだよってね、カナダの人が言ってるのね。カナダの人っての変かもしれないけど、まあ、カナダ人の人ね。うん、で、これ、ゴリラ、モントリオールとかさ、カナダとかね、トロントとかバンクーバーとかね、マジでね、しょうもない都市で、まあ、早めに、ね、脱出してよかったなと思ってるんだけど、本当にそうなのよ。だから、これゴリラに言ってることだけじゃないのよ。 世界をね見て客観的にね見てる人であればいかにねこれがオーバーレイトで価値がないか、レントの分、生活費の分、クオリティブライフねもらってますかっていう ROI が全然ないってところ分かってる人は分かってるんだよ。だからローカルの人はねほとんど分かってないっていうか、にぎわいがないっていうか、他のの比較対象がなくてね知らないって人も多いんだよね。で、これではこれ、2ベッドルーム3300ドル、終わってるよ、これ。だってローカルの人たちのね給料がそんなに高いわけじゃないのよ、う。ん でこうやってねあのホームレスホームレスの状態、バンクーバーもそうだしトロントもそうだしねドラッグもそうだし犯罪率も上がってて、うん、何がいいのって本当、社畜しか生きてねえんだよこういういカナダとかってアメリカならまだしもね給料かなり高いのもわかるんだけどカナダドルでね生きててね1年の8ヶ月、9ヶ月どんどん曇りでさテストスロン下がって打つみたいになってねこいつら何が楽しいのって思っちゃう正直。うん だ正直、社畜ブルーピルには最高だよ、カナダは。税金高いし、給料低いし、で家賃は高いから、誰が勝つって言ったら、不動産のオーナーが勝つんだよね。でもカナダの場合、不動産オーナーもそんなに、ね、喜ばしいことだけじゃなくてあの、不動産の時価総額の対してのパーセンテージの、ね、不動産税が、ね、毎年払わないといけないから、キャッシュがない状態で、時価評価がどんどん上がっていっても、ね、キャッシュ入ってこないわけよ、別に。 でも税金の支払いは上がってくって、いうねすごい首しめられるってことね。ということで、これコメント見てみて、大体分かる。こうやって大体いいね、センチメントが分かるわけよ。だゴリだけじゃないの、ね。このカナダに住んでましたって人がね、うん、あの、5年前ぐらいからね、カナダマジでおわこになってるとかね。I was just in Toronto yesterday and I noticed how many homeless, homeless there were compared to when I was in 2019.2029年と比べて、めちゃめちゃね、ホームレスの人がめっちゃ増えてよおう。 アルフトバンクーバーにトロント14、2014. 2014年にバンクーバーは去ってよって、でえっ、ー、と今年の2月に戻ったんだけども、ねあのめちゃめちゃねトロントと一緒でバンクーバーをマジでオワコン化してるよみたいなね、うん、でみんなの意見がそうなのみんな言ってるのでニューヨークもやばいって、ね、うん、It's a shame to see Toronto go down for a similar path。だからリベラルの都市でみんなそうなってるの、うん、Suddenly this is h a p p a lot of western cities t h e s d a y これ本当なんだ。 あの欧米の街はもう大体こうなってんだよって言ってるんだけど、それはゴリれ言ってたのね。カナダ、アメリカのニューヨーク、カリフォルニア、イギリス、ロンドン、パリ、ねうん、全部そう。で、私は昨日、カナダで s I moved back to Vancouver。バンクーバーに戻ったけども、ねあの、前に、ね、バンクーバー去った時と戻った時の違いがやばくてさ、みたいな。結局、同じものでアンビリバリハイプライス、prices, レントとかね、食品とか全部物価が上がってて、 で、ホームレスがめっちゃいしい、クライムもあって、みたいな感じで、だから r i ないよね、みたいな、そういう話なんだよね。うん、ということで、ちょっとね、こんな感じであの、リベラルの闇をね、話してみました。ということで、ね、皆さん、その前にちょっとこれを見てください。 短期トレードするなと言ってるのにポチポチしてしまうそこのお前らお前らに言いたいことがあるどうせ短期トレードするならこの取引所でゴリにおさい銭代プロテイン代を伏せしろここで今日のスポンサーを発表 FXGT というプラットフォーム FX 仮想通貨ビットコインイーサリアムゴールドコモディ,ティ株式ベ株カブテスラとかアップルなども含めオールインワンでトレードができるこのメリットがなんと24時間日本語対応のサポートさらに今ならゴリの視聴者に特別にキャンペーンとして KYC つまり審議登録で入金不要 KYC をするだけで一万五千円分もらえるトレードができちゃうもっと使ってみたい方は十万円の入金でさらに十万円のボーナスがもらえるので合計 2万1000いや21万5000円の証拠金で取るのができるさらにここの強みは仮想通貨だけではなく円やドルで証拠金を入金することができるのでステーブルコインを他の取引所から送金する必要がないさらにロングポジションの場合もスワップ手数料が無料なのでビットゲットやバイビットと違って長期保有する場合手数料が0この機会に登録して試してみてくれ言いっちゃってる はいといととうことで海鮮大好きゴリですね、まあ今日も早速、海鮮ブリカマを食べてきました。ということで、えー、と今週じゃなくて明日かな、YouTube メンバーシップ限定ライブをやりたいと思いますので、皆さん、今月のトピックは、またメスゴリが泣いてしまったの話をしようか、それでもメスゴリが、ね、あの Tinder とか、そういう、ね、オンラインアプリで、私はねあの何もね、あの私の 人並みというのを何も、ね、証明することは必要ないのみんな違ってみんないい、ね、何も私を、ね、あのマーケティングのプロダクトとしてアピールする必要もない、ね、何もしなくていいのみたいなコンペティションなんてないのって、ね、ちょっと暴言を抜かしていたあの話をしようかもろもろとね何かあるので、まあ、その話をちょっとしつつのカナダの、ね、リベラルアメリカの闇についても語ろうかななんて思ってますので皆さん YouTube メンバーシップ限定ライブ明日かな、うん、待っててね。バイバイ。